吉野川上流の山里、三好市山城町。連なる山々に薄い雲がたなびきます。ここは妖怪の里、数多くの妖怪伝説が語り継がれています。川沿いの街道筋に点々と並ぶ妖怪たちの像、中でも山城町が生んだ最大の妖怪スターがこの小泣じじいです。町おこしのシンボルとして地元の人たちに愛されています。そんな山城町で開放ラム in 徳島が開催されました。これは漫画家水木しげるさんが会長を務める世界妖怪協会が会遺産として認定した徳島県三好市、岩手県遠野市、鳥取県境港市の地域振興に生かそうと2年前から開かれているものです。小説家の京極夏彦さんや作家の荒俣宏さんらを招いて開かれたお化け大学校では、専門家ならではの博識と軽妙な話術が満席の会場を大いに沸かせました。飯泉知事や岩手の達増知事、鳥取の林副知事も熱弁を振るって地元を PR しました。また阿波踊りなどそれぞれの県の郷土芸能も披露され、観客を喜ばせました。道の駅大ボケでは鳴門金時の焼き芋や鳥取県のカニ汁などが無料で振る舞われました。紅葉見物に訪れた観光客も大喜び、冬の味覚を満喫していました。小泣じじいやゲゲゲの鬼太郎、妖怪たちが大集合した妖怪行列は大勢の親子連れでにぎわいました。不気味な姿の妖怪たちもこの日は人気者、あちこちでカメラに収まっていました。今回岩手、鳥取と組んでの開放ラムになってますんでね、こうした皆様方をはじめ全国からお越しの皆さん方に、今回の開放ラムを通じまして三好、山城、そして徳島、この県西部を知っていただければと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。京極夏彦さんや荒俣宏さん、そして知事たちの妖怪大談義、時に真面目に時にユーモアを交えて妖怪と地域振興について話し合いました。妖怪伝説に託す町おこし、妖怪たちに誘われておよそ1万人が訪れ、山里はにぎわいました。ふるさとに伝わる妖怪文化、大切に伝えていきたいですね。